こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出、よくある3つの間違い、これについてお話します。まず、第1、ツールを使って効率よく売れる商品を探すと。ツールでは売れる商品は見つかります。ただ、儲かる商品は見つかりません。この辺を誤解してですね、ツールで商品見つけて、商品を出品した、あるいは商品を仕入れて、売れるけど全然儲かりませんと。いう、相談を受けます。よそでね、ツールを使ったりとか、どっかでノウハウを見てツール使ったけど全く儲かんないと。あるいはアカウント削除されそうになってますっていう相談を受けます。これはもう全く儲かりません。で、そのアカウント削除されそうになったり、削除されることが多いんで、ツールは使わない方がいいです。それから、仕入れた商品は素早く売ると。ね、ランキング9位以上とかね。いろいろ考えて、できるだけ売れる商品を見つけると。これ、売れる商品を、すぐ売れる商品、すぐ売るということを重視すると儲かりません。売れる商品と儲かる商品は別だという、ここに気づかないとですね、Amazon 輸出はなかなか稼げないです。それから、購入者の良い評価を貯めて、ライバルと差別化を図ると。これね、Amazon の場合、良い評価を集めても儲けにはつながりません。これね、一見もっともらしい、三つともね、守れば稼げそうな気がするんですけど、実際やった方は、ほぼ撃沈してます。全く稼げてないです。なぜなら、Amazon でどうやって稼ぐか、Amazon のシステムの特性、それから Amazon を利用するお客さんの特性を考えたら、この三つとは全く違ったことをやらないと稼げません。じゃどうやって稼げるか。それはですね、人それぞれあったやり方があって、個別に指導させていただいてます。ここがヒントでですね、みんなと同じことを同じようにやったら稼げないということなんですね。で、個別のサポートをしたおかげで、開始3ヶ月で売上5375ドル、5020ドル、あるいは開始45日で売上7764ドル、あるいは出来のいい方だと3ヶ月売上22459ドルと、いうね、すごい、もう、数ヶ月で稼げる金額じゃないだろうという金額を皆さん稼いでいらっしゃいます。これ全部ね、もともと転売やってた方、輸出やってた方、そういう方じゃないです。転売は初めて、輸出は初めてという方々が、こういう実績を出しています。どうしてそこまで稼げるか。それはですね、Amazon の特性を分かって、こういうふうにやれば、稼げますと、売れますと、儲かりますというノウハウが、すでに蓄積されててですね、あとはその通りにやっていただくというだけで稼げるように、システムを組んでるからです。今、始めると、ちょうどね、Amazon 輸出のやり方を覚えた頃に、年末の1年間で最も稼ぎやすいホリデーシーズンというシーズンに突入します。インターネットを使って稼ぎたいとかですね、あるいは副業で稼ぎたい。そういう方、今、Amazon 輸出が一番稼ぎやすいです。ただ、稼ぎやすいんですけど、やったことない方がね、無料の、間違えた情報が多いのを参考にしたりとかしても、全然稼げません。この機会に、転売アカデミーにご入会になってですね、しっかりと稼げる王道のノウハウを身につけてください。9月1日まで会員募集してます。ご応募お待ちしてます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。